今日はラベンダーとスターチスを使ったスワッグを作っていきます。こんにちは、枝金商店街の花屋の優です。このチャンネルではご自宅で簡単にフラワーアレンジメントが作れるコツを紹介しています。作ってほしいものや使ってほしい花材がありましたらコメント欄の方にリクエストをお書きください。さて今日はラベンダーとスターチスを使ったスワッグを作っていきます。ラベンダーの色を引き立たせるためにスターチスは紫色を使います。紫色のスターチスはお供えのイメージがございますが、使い方一つでおしゃれに飾ることができるので、ぜひ挑戦してみてください。それではやっていきましょう。道具の紹介をします。こちらドライのラベンダーです。20本ほどあります。こちらスターチスの紫です。今日枝ぶりがいいので1本用意しています。はい、こちらローズマリーですね。香りが強いです。2本ですね、用意しています。はい、こちらマルバユーカリですね。こちらも2本用意しています。1本枝ぶりですね。はい、こちらハサミですね。よく切れるハサミを用意してください。はい、あと輪ゴム使います。花束として留めるために輪ゴムを使います。はい、麻紐です。最後湯くために使っていきます。以上です。早速作っていきます。まずはラベンダー以外のお花、葉っぱを間引きます。分けます。ローズマリーもこの長さ必要ないので半分にして下っ端取ります。これですね、結束する部分の葉っぱは取ってしまいます。こうですね。今日ですね、香りが強いものが多いのですごくいい香りになるスワッグができると思います。こんな感じです、ローズマリー。はい、で今度スターチスでですね、長さの基準としてラベンダー上に花がついているので、ここの部分隠れてしまうとちょっともったいないので、この下に他のものが入ってくるためかなり短くて大丈夫です。でスターチスは、年がら年中出ていますし、コスパとしてもすごくいいのでとてもおすすめです。ここまで紫が残る花もありません。ドライフラワーになった後すごくおすすめ。これなんかもこれ届きますね。はい、こんな感じです。はい、ユーカリこれちょうど分けやすいです。こことこれ、ここでいけちゃいますね。ここで、でここの葉っぱ取ります。こっちもそうですね、取ります。でもう一方も半分ぐらいしちゃいます。はい、では早速作ります。ラベンダーのドライをはじめにこれまとめて持っちゃいます。その時にまあラベンダーにもよるかもですが、なるべくお花の部分が下に行かないようにちょっと上で揃えます。よいしょ。もうドライになっているので、極端に言うと落ちない限り浮いていても大丈夫です。はい、これで OK です。大体揃いました。でここからラベンダーの花の下に、他の花をグリを入れていきます。じゃローズマリーの先端ついているものをまず入れます。先端ついているものをまず入れます。こんな状態です。でここに今度スターチス、ユーカリなんかを、同時進行で入れていきます。はい、でですね、ここで作る世界なので平たく落としていくと平面的なものになってしまいますので、ユーカリなんかはこうかぶってくるといいと思います。そうすると奥行きにもなるので、はい、そしてこうですね。でまたローズマリー入れます。でスターチス、これこれ取っちゃいます。はい、よいしょ。でまたユーカリ入れます。で今度スターチス、なんとなくですがこういう三角形を目指していきます。でローズマリー入れます。でユーカリ入れます。よいしょ。でスターチスは花のこの花というかここの色の部分の向きがはっきりと出ているので、こっち側にいればこっちに行きますし、こっち側で内側に沿ってしまうとなんとなくバランス難しくなるので、流れに合わせて使うと作りやすいです。こうですね。そしてゆっくりもうちょっと取ります。よいしょ。これこんな短くていけましたね。
ここまで入れます。これもこのままこう入れます。そうすると右側強くなるので、はい、でユーカリここに入れたいので、よいしょ、こうですね。でこちら正面に入れて短いのも使っちゃいます。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたら切ります。ここで揃えちゃいます。はい、はい、そしてここで輪ゴム使います。太めの、まあ、ユーカリの枝がいいですね、今日の場合。ユーカリの枝に、輪ゴムをかけまして、はい、今持っています、この指の下ぐらいまで輪ゴム持ってっちゃってください。ここでぐるぐる巻きます。ぐるぐるぐる。で、またユーカリの枝に入れます。これで止まります。なるべく上に持ってってください、ここに。はい、で、このままだと輪ゴムが剥き出しなので、麻ひも巻きます。で、少し残しといてください。上からいきます。点ではなくて、面になっていくような感じで巻いていきます。よいしょ。ちょっと力入れるといいです。ちょっと引っ張りながら。そうすると、さらに落ちにくくなります。よいしょ。よいしょ。よしよしよし。このぐらいでいいですね。ちょっと戻ります。よいしょ。さあ、来ました。で、始めのとこまで戻ってきたら、裏返します。じゃあ今度ここの後ろのところですね。ちょうど真後ろの背中のところで巻き結びます。ぎゅっと。2回ぐらい結んじゃいます。よいしょ。で、このままぶら下げられるように輪っか作っちゃいます。ほい。はい。そして正面持ってきて、ちょっと調節して。はい。これで完成ですね。はい、完成です。完成しました。今日はラベンダーの他にユーカリやローズマリーといった香りの強い花材を使っています。春にとてもおすすめのスワッグなので、ぜひ作ってみてください。今日もありがとうございました。